はい、どうもこんにちは、イラズカ YouTuber シンです。本日はですね、ベニヤ町にございますパイカジュタージさんにやってまいりました。本日はこちらで食べていこうと思います。それでは行ってまいります。ツボの唐揚げです。おお、トロトロ、めっちゃトロトロ。ごちそうさま。ちょうど出てきたところですね、リスナーさんにお会いしました。お声掛けいただきありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。レッツ最高。はい、というわけで沖縄料理をいただいたんですけど、まあ一番美味しかったのはですね、やっぱ、ゴーヤチャンプルがかなり僕は美味しかったですね。やっぱね、沖縄料理なかなか食べないんで、皆さんもぜひ行ってみてはいかがでしょうか。はい、というわけで今回はパイカジタージさん平塚にお邪魔しました。ここからですね、営業時間やアクセス、メニュー、特徴などお話ししていこうと思います。沖縄料理のパイカジタージということですが、パイカジとはどういう意味なんでしょうか。こちらの意味は調べてみましたので紹介しようと思います。アクセスなんですけども、平塚市ベニヤ町 18-8-1階ということで、平塚駅西口から徒歩3分ぐらいに行ったところにございます。駅は近いですが、専用の駐車場がないので、車でお越しの際は目の前にパーキングがございますので、そちらをご利用ください。僕もコインパーキングで利用しました。営業時間なんですが、火曜日から日曜日、祝日の前日は夕方の5時から翌日の1時までとなっております。また定休日は月曜日です。料理のラストオーダーは時間前の0時、ドリンクのラストオーダーは30分前となっております。今回僕は夜の9時ぐらいにお邪魔したんですけど、ほぼ満席でテーブル席の4人席にお邪魔できたんですけど、それがなかったらテラス席という感じでしたね。今季節が11月ということで、ちょっと冷え込んできたのでこうしたくはないですが、テラス席も合わせると席数はかなり多いお店となっております。店内もかなりの賑わいを見せておりまして、貸し切りで会社の飲み会とかで使われているような雰囲気でした。雰囲気もかなり良かったので、デートで使っている方もいらっしゃいました。メニューなんですが、これ冊子3枚にわたる種類の多いメニューで、今回僕は島らっきょうやラフテー、これラフテーっていうのは沖縄の料理で、豚の角煮の意味なんですけども、島豆腐3種、ウツボの唐揚げ、トンタン塩蒸し、銀杏、あとはゴーヤチャンプルに沖縄といえばというものですが、ソーキそばの大盛りをいただきました。大盛りをいただいたんですけど、量的には結構普通の、ラーメン屋で行ったらあんまり普通のサイズでしたので、まあ、ここはやっぱ居酒屋なので全部つまみのような感覚で作られているのかなって思いました。がっつり食べたい方には大盛りがおすすめです。その他メニューにもありますように、沖縄生まれのタコライス850円、ちゃんぽんが850円、焼きそばの元祖塩味も800円となっております。居酒屋ということもあり、お通しとして300円いただいております。居酒屋なんですけども、料理の種類が豊富でボリュームも小鉢ながら多く、飲み放題の種類も豊富です。ソーキそばいただいたんですけども、まあ、角煮がね、トロトロでとても美味しかったです。やっぱね、ソーキそばとかね、なかなか食べられるとこないので、皆さんもぜひ行ってみてはいかがでしょうか。チップの味がするドクターペッパー、またはコーラと言われているルートビアですが、ルートビアが飲めるお店も平塚にはなかなかないので、癖のある味が飲みたい方にもぜひおすすめです。相変わらずね、湿布の匂いと味がしたんですけども、僕はね、あれ、病みつきになりますね。個人的にとても美味しかったのは、やっぱゴーヤチャンプル。一番美味しかったですね。今回タコライスは食べなかったので、次行った時は挑戦したいと思います。パイカジタージさんの特徴なんですが、やっぱ、駅前からのアクセスと、豊富な種類の沖縄料理ですね。沖縄料理の提供スピードも、店内に結構大きなキッチンがありまして、店員さんも沖縄料理店のような格好をしていて、ホスピタリティも抜群でした。パイカジコースと、ウチナーコースとありまして、お刺身を中心とした和食と沖縄料理のコース、全7品で2700円や、ウチナーコース、つまみから食事まで全て沖縄料理のコース2200円からというのもございます。なので、メニューがどれ選んだらいいかわかんないという方は、こちらのコースを選んでみるといいんじゃないでしょうか。ただ、シークワーサーシャーベットや、ベニーモマンゴー、サトウキビと、
アイスもございました。最後にパイカジってどんな意味ってことで、パイカジについて説明すると、パイカジは沖縄の古民家をイメージしたような沖縄ムード満点の店内で、本格的な沖縄料理が堪能できるお店のことを言います。またパイカジとは沖縄の方言で南から吹く風という意味がございます。南から吹く風というのは沖縄で幸せを呼ぶ風と言われております。そんな名前があったんですね。僕も今回調べてみてよかったです。はい、というわけで今回は平塚市のベニヤ城にございますパイカジタージタンを紹介しました。平塚 YouTuber では平塚のお店や店舗、企業など平塚にまつわることを紹介しております。チャンネル登録、コメント、評価よろしくお願いいたします。チャンネル登録ボタンの横にあります通知ボタンを押していただけますと、平塚の最新情報がいち早く届きますので、そちらのチェックもぜひよろしくお願いいたします。以上、平塚 YouTuber 陣でした。では。